逆さまで解いたらトイック満点講師満点取れんの？上下が逆じゃんか、表現が逆マジで辛すぎる。これはもう公開以外の何物でもない。問題はパート3ですね。途中からマジで分かんなくなったんで。ほうだい、始まりました。もてちチャンネルです。さてさて、今回はですね、やります、この企画、公式問題集、トイックの問題。逆さまで解いたらトイック満点講師満点取れんの、という企画でございます。以前ですね、募集したところ来ましたんで、これ実際やってみたいと思います。マークシートも逆です。逆さまにしてやりたいと思います。全く分かりません、どういう感じになるのか。そっか、ページをめくるのも逆になるのか。うわ、ややこしい。こうことどうなんでしょうね。縦書きの本読むみたいにめくっていくのか。で、マークはこう上に上がってくんだもんね。うわぁ、これでやっていきたいと思います。はい、リスニングで、パート3、4は読んでいかなきゃいけないんでね、大変だな。まあやってみます。とりあえずどうなんだろう、向かい合って教えるときに生徒の逆から読んだことがあるけど、ちゃんとやってるとかないからな、怖いな。はい、ではやっていきたいと思います。テスト1はもうやっといちゃってあるんで、テスト2からいきますね。むずい。そもそも写真がマジで何してるかが逆さだと分かりにくい。むずいむずい。上下が逆になるからむずい。いやいやいや、上下が逆じゃんか、表現が逆。はい、こっからだ。いよいよパート3です。パート5スタートしました。ボーナスコンテンツ、ボーナスコンテンツ、ない、いやもうね、やんなきゃよかった。マジで辛すぎる。これはもう公開以外の何物でもない。これしかないよね、はい、終わった。いや、ギリギリ。うわ、1時間13分44秒ということで、まあ75分ですから1分ちょいしか余んなかったね。いや、疲れた。頭に血が昇る、これ。いや、二度とやりたくない。答え合わせもやだな。まずはパート1の写真からですね。天井、空、床が逆になるっていうのは大変ですよ。この公式問題集やった人だったら分かると思いますけど、それが逆になってると大変な問題ありますね。上下が逆なんで、はい。CCD。はい、全問正解ですね、パート1。よかった。いやー、つらかった。マジで写真が何を表してるか分かんないから。パート2、ABC。はい、パート2も全問正解ですね。まあ、これ関係ないんで。ABC 書いていくのが逆になってるだけですから。パート2は音だけなんで、パート1、2はもう全然、まあ、できるだろうとは思ってた。問題はパート3ですね。途中からマジで分かんなくなったんで、本当にね、逆で読んでいくのってこんな大変なんだなって、痛感。はい、40まで待ってるよ。ああ、間違って、47間違った。うん、この辺だよね、もう、みたいになっちゃった。49間違ってる。はい、2問ミス。あ、よかった。思ったより間違ってないな。 ABC。
ということで2問ミスですね。47と49だけミスった。うん、この辺がね崩れた完全に。あとは全部いけました。続いてパート4。やってますね。はい、10問全部合ってる。1、4、はい。次の10問も全部合ってます。はい、1、4、ということで、はい、パート4全問正解。まあこれだったら満点でしょうね。はい、2問ミスなら495は出ると思いますね。はい、続いてリーディングパート5がまずは、9分3秒かかりました。最初の10問正解、次、はい、次の10問正解、 ABB、 間違えた、1問マイナス1。最後問題ですね、難かった。確かに最後の問題分かんなかったわ。満点潰しの問題だったよね。ああ、そういうことか。ああ、まあまあまあ落ち着いて考えればそりゃそうだなって感じだけど、パート6、7分21秒かかってます。だいぶかかってるな。はい、パート6全問正解ですね。疲れた。まあだからこっからいわゆる文章読んでいくわけで、でパート6の場合だと文挿入の問題が後回しになったりするんで順番ずれるんですけど、その時にね問題番号が逆さまになってる右の方を参照しなきゃいけないんで、いつもの癖で左側見ちゃうんですよ。それで問題番号が違う違う違うっていう風になるのが多くて大変でした。いよいよパート7、シングルパッセージが28分かかってますね。こっからだ、怖い怖い。OK、160までやってますよ。次、OK、170やってますよ。はい。D、OK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 。あ、そうか、もうトリプルパッセージ、ダブルパッセージ入ってますね。トリプル、ダブルが29分かかってます。29分4秒。さあ、残り20問。屈強する。OK。さあ、残り10問。よし、ということで100問中99問正解ですね。なんでまあ満点でしょ。1問ミスだったらこのリーディングならまあそんなにむずいと思わなかったけど、まあまあまあ満点だと思いますので、ということでストイック満点講師公式問題集、逆さに解いても満点は取れる。やったー、マジ辛かった、しんど。いや、よかった。何が辛かったかっていうとね、読み間違いがね、すごく起こりやすかった。どういう単語がね、読み間違いづらかった。これとか、サムとか、マジで読みづらかった。あとね、リポーター ?O と P、ほら、リオープンにちょっと見えちゃうんだよ、これね。とか、プレジデンシャルとかね、読みづらかった。なんか別の単語に見えちゃう。リスポンシブルとかもそうだったな。なんか変な、違う単語に見えてたな。であとね、N と U、ややこしいんだよね。フォントでさ、N が U、なんだよ、そのまま言うと。で、U が N なんだよね、もう。つらかった。なんか、最初は A も結構読み間違えたな。あと、表?表がまあ、パート3、4とか7に出てきて、上から読んでいくのが下からになってて、ずらーっと並んでんのがすっごい気持ち悪くて、スキャニングたくさんしました。全文は読まなかったです、これ。読んでたらしんどすぎるので、答えに関係あるところを探してボンボン解いてった。で、あと、トイックを今まで受けてる、その知識が助けてくれました、いろんなところで。こういう場合はこれが正解になるとか、これとこれが言い換えになるとかね、あったんで、その知識でだいぶ助けられたかな。ああ、こういうパターンできてるからこれ正解になるだろうとかね。だからだいぶ飛ばして読んでますね。ここどうせ関係ないだろうとか。で、選択肢ももう答えが出たら次読まない。B とかで正解が出たらもう CD 読まずに行きました。辛いんだもん、読んでいくのが。もう長い選択肢ほどやっぱ大変だった。もうリスニングの時に短いやつはもうパッ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 って読めるけど、長いやつだと、はぁ、ってね、先読みが追いつかなかった。いつもその本番受けてる時って調節するんでスピードを、それができなかったですね。そう、早く読むとしまった、先読みもう遅れちゃう、このままだったら早く読もうっていうのができるんですけど、これ無理、早く読もうって思っても読めない。スピードを変えられなかったのが一番辛かったですね。いやー、でもよかった。いや、しんどかった。もうやりたくない、これシリーズ化とかしたくない。あー、逆から読むのマジ辛い。で、ちょっとねこうやってやると読みやすくなっちゃうの、だいぶ。ちょっと斜めにするだけでも。でもこれじゃあだからちゃんとやってないなと思って、なるべくこうまっすぐ、字にまっすぐこうやって斜めにやるのは卑怯だと思ったんで、もうまっすぐやりました。いや、文構造が辛かったな、マジで。まあ長い文になればなるほどすごい大変、こう処理が追いつかなくて辛いっていう感じでした。はい、もう二度とやりたくないです。ありがとうございました、見ていただきまして。もう本当に、いや辛かった、お世話ありがとうございました。いや長かったよ、これ2時
時間ぐらいかけましたから、撮影に。編集こっから大変だ。頑張りました。ぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この、とてつもない調整。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。問題のレベルは、簡単だと思います。本番よりだいぶ。今、僕が首席講師を務めます。ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。